はい、えというわけで皆さん、おはようございます、業界的には、業界的にはおはようございます、もう全然7時なのでございますね、スカント、声の、ああ、声の方は入ってますか、なんか入っていたら、皆さん、グッモーニングベトナム、はいグッモーニングベトナム、私、その映画については語ると長いので、はいというわけで、皆様、こんばんは。はですね あのー、なんかちょっと画面のほうがかくかくしてるというそうですね、私も実は自前のものを持ち込んでるんですけど、なんかすごくかくかくしてるんですが、皆さんあの、ご覧いただけてますでしょうか、音声の具合とか、まあ、声さえなんとか入って、声さえ伝わったら、基本的には、うん、あ,のあんまり意味ないので、のね、私の顔は。実はほら <laughs> <laughs> はいあのー、なんていうの、おまユーストリームって実は俺らができることってすごい少なくてそうなんですよね結局ねあのー、ね回線がなんとかなってないとどうしようもないっていうね,ううねところがありますのでまあ音声さえねちゃんとね入ってればねちょっと総理もあのマスク着用して、はいた、はい,あ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 いちょっとこのランケーブルが怖くてね、うん、はいそんなわけでフェイ はい、はい、大丈夫です、はい、そういうわけで、はいえー、最近はちょっとね、オープニングトークみたいなことをしようと思うんですけども、あ,あなるほど、あのー、ラジオティッシュねなんか、台、台作れよ、それ、<laughs> この間<台>、持ってきてくれるって言ったじゃないですか、あ、そうか、そうか <laughs> あ、忘れてた、ああ、あった、あった、ちょっと待って、あおすご,すごい、すあそんなのあるんだ。はいよいよしょ 全然無駄。<laughs> えじゃこここ、俺俺の前、俺の前。なんだ？えー、これをどかし。うん、そうそうそう。こここんな感じ。こう？ちょっと待ってください。音ともカクカクって言われてますね。え？音もカクカクって,言われてます、ね。音もえ、音もカクカク？困りましたな、ね。えー、回線でもこれラ,ランの方ですもんね。無線とかじゃなくてね。 うん無線じゃないはずです,です、ね、私の方の無線とつながっちゃってるとこっちはないですよね<ー>ないですよね <laughs> えっとパソコン再起動した方がいいのかなただこっちではねドロップしてないのよそうですね確かにね、うんうん、なんでだろう Ustream 様の関係なのかなねえあのー、え音ともカクカク困ったな一回再起動してみますかうん、うん そうそう私の方のあの自前,自前この,あのなんだっけ、e モバイルで煮足してるやつだと絵だけですね、画角なのはね。ちょっと一応ね、こっちの配信のいわゆるなんていうんでしょう、えー、ステータスでは大丈夫ってなってるので、うん、回線も十分太いようなので。 ですね、あのね。え、あんまりちょっとお聞き苦しいよだったらもう一回カクカクとか言って。はいはい、あのあとはいいけど絵がカクカク、これは私と同じですね。ふふふふ困りました。まあいいや。まあちょっとこれで押してみ、押してみましょうか。あれ、一応発信の方はあれなので、ね。まあ絵がカクカクはこっちもそうです。そうですね。絵が絵はなんかすごい細かくピョピョピョってなってるんです。でもね、今回ちょっとね、もうちょっと近寄ろうか。えっと。 今回ちょっと色調整してみたので色はちょっといいはず。なるほど。うん、はい。まあそういうわけで、はい、あのね、この宣伝は後でね、あのネットコマーシャルのように編集してもらうとして、<laughs> はい、はい、懐かしいね、ネットコマーシャルもね。ねあのー、まあそれはそうとして、うん、最近どうすか。 最近ですか愉快、痛快なことあったりし何もないですね、でも私、あれですよ、なんか頭がさ、ほら、エリンギ君みたい君。短くしたらね、やっぱりちょっと立っちゃうんでね、ぽよぽよ言ってますけど、でも久しぶりに何年ぶりかで刈り上げですよ、刈り上げ君に、りり上げ君になまして名作ですな、その分ね、顔が太ったの、すごいね、目立っちゃって嫌なんですよ。 それはいいんですけど最近はですねあのバーバラさんに習ってというわけでもまあ習ってなんですけどあれ数止まってんなこっちをなんか遅く動いてくださいまあいいやはいコミケで出す本作ろうと思ってあの恵比寿通いをしておりますまあ私の知らないところで。 例のそうですそうですあのエビスデビューまあとりあえずあの資料のコピーとかは一応全編頼んできたんですけどブルジョアだからブルジョアブルジョアだから私なんかまあまあでも逆に言えば通う方が総理金かかるよねそうなんですね <laughs> そうそうそう田舎だしね, <laughs> ねでもう一個あのただ、ね、もう一個ちょっと調べたいことがあってそれはちょっと通いながらちまちまやってますはあ、はあ、はいなんかなんか私の声域を荒らされたようで <laughs> ちょちょっとあのあの微妙な気分というね <laughs> いやいや,いや,いや,いやまあまあまあ。 別に俺の持ち物じゃないからっていうまあ俺様は俺様ので、あで前々から欲しかったミリタリー系の8万円の本がですね8万円が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 万が8万がですね原監督大変なことになってますよだいや原監督は大変なことになってますね4万円に下がってて半額じゃないですか明日行かなきゃって感じですよで あのちょうどね、ギャラがあの今日出たのでね、ギャランティーがギャランティーが今日出たので、い、えー、かねばという感じでございますけれども、あのあ買われたら嫌なので、買われたら嫌なのであの、買ってから皆さんにご報告しますと。 いう感じだそうですよね、4万握りしめていって、空振ってたら、それはそれでねまあまあ、死ぬね、そう,ね <laughs> <laughs> そうだね、売れてたら死ぬねって感じあ悲しいです、ね、いや、あのー、最優先事項でしょう、度買えないかもしれないから、そうですね、うん、現物ですからね、古、ね、本っていうのはね、基本ね、そうですね、うん、でもね、現物だと思って買ったらね、山ほどアマゾンにあってね、ぐんよりって場合もたまにある。<laughs> あ 確かにだからね買う、古本、ちょっと高価な古本買う前には <laughs>、ちょっと要チェックだよね、あ私もちょっと、戦士総書をね、1、2冊欲しいんですけど、戦士総書、そう、買ってどうするんですか、いや、いくつかだから、同人でね、書こうと思ってるネタがあるんですけど、うん、ちょっと参照する部分が多すぎるので、買っちゃおうかなみたいな、程度が悪いやつだったら、ぐららいであるからああ戦士総書ってそんな高いんだ。高いですよ ね、高い高い高いでなんかあの前何巻か忘れましたけどのうちなかなか手に入らないやつがあってたまたま私の今欲しいのはそんなにはあのちなみに何ですかあれえー、と本土決戦準備みたいなやつですね面白そうなところですね、はい、その辺をちょっとですね<ー>見たいんですよでも結構人気な記述が多くって群雄に,にするよあのあれじゃあぜひあれは読むといいよあの、えー、本土決戦 読んだ読んだ読んだした読みましたあの鬼畜米じゃなくてね日本が鬼畜の字な感じねあのねその前の東証防衛要項とかもちっちゃい版あるんでそれとかも読んでたんですけどまあなんかねどんどんねなんかあのんていうかあのんて言うんでしょう えー、し神道戦法っていうかあ<ー>う毛沢東的なやつですよ、ね、<laughs> っていうミリタリーが好きでもない方には全然意味のわからない会話を、ねはい、してしまいましたけれどもまだまだ、ね、あのミリタリーの下にはこう近海が埋ままっております、ねうん、すすねごいで特に日本はその辺がやっぱなんうのかなちゃんとした学問になってないですからね。 戦士コースみたいなのを学べるところって膨大以外にあるんですかね、うん、戦士を学べるっていうところ。って何のも世界のっていうナポレオンでも何でもいいんですけどはは要は,戦争は,は,は平和のために戦争を学ぶ学問っていうんですかはははそういうわけないですかね。っていうのはどうなんですかね。<れ>でもこれ歴史の先生ってどうもあの、ね、左に寄ってたり右に寄ってたり極端な人ばっかっていうイメージがあるんですけどどうなんですかね あのねな、なんていうの、それより私が聞いたのは、うん、あの何、ー、ていうの、禁限内を歴史に含めてないって。うん、ああ、そうかそうか。だから政治学とかそっちのほうなっちゃうらしい。はいはいはいそれはちょっとね。いやもうもうね、私あのー、ちょっと最近あの小じえをつけてきたので、だんだん言いたいことが増えてきたわけですよ。うん。 ね、っていうなるほどね、うん、もうでもあんまりさ陰謀論とかも嫌いなのよだから困るのね笑える陰謀論はいいんですよ別にリチャード・コシミズ的なんて言えばいいんだろう、うん、あの何的って言えばいいのか分からないですけど笑える陰謀論はいいんですけど最近の何でもかんでも陰謀論みたいなのってやっぱりやですね。 あのね、こう、うん、あの今日最近ちょっとわ、あのなんていうの、電車の中でウィキペディアを読むのに凝っていて、あ,あ、私も大好きです。結構ね、時間があったらウィキペディアですよ。あ、じゃあ,あのウィあのウィキペディアの回でも作りますか？あのルールがあって、はい、ウィキペディアの次の項目行ったら戻らないっていうルールがあるんですよ、俺の中では。あ,あそうですか。そうだから。 こういっぱい関連項目あるじゃないですか、はい、どれに飛ぶかっていうのでちょっと面白いわけですよルートが違ってくるんであ私も遠慮なくそう自分の中での,、ね、あの勝手なルールなゲームなんで最近凝ってるのが、ね、ここ2日ばかり凝ってるのが JFK <ー>、えー、ジョン・ F ・ケネディ関係にこう凝ってるわけですけれども、あのー、なんていうの 女子のふっくらとした高校生ではないわけですね。<え>女子のふっくらとした高校生ではないわけですね。2>, <laughs> 2回言わせないで。<laughs> <laughs> JFK ね。JFK。あの、はい、あれもほら、陰謀論的にね、ね。そうですね、あ,<の>ありますね。まあまあ、まあ、人死んでるわけだもね。うん,うん。あの、あれも陰謀論っていう話が。 多いけどさ、はいはい、あの2039年まであのー、なんていうの？あそうですね封印されてるでしょ？封印されるわけ,る、ね、わけじゃない、うんあ？それ読みたいんだけどさ、俺ら60過ぎなのよね。でもまだ生きてるでしょ？ねでもほら君はまだね39？だから2つっきゃちがわないでって3 <38? S 1> 8 38だからわからんだろうけど。うん あのこの間、国立市からさすごくぶわって動画が届いてねだろう健康診断しろってやつでしょそうそううちのかみさんにも届きましたからあそう、あうん、同い年だもんね。でね、あのー、まず歯を見ろとかさ <laughs> あそあであの大腸あのずらーっとただ検診がずらーっと書いてあってあの大腸がんとか、はい、何がんとかいっぱいあるんだけど。はいはいはい こんだけ検査したら1個ぐらい多分見つかると思うのよねそうすねだからねだからあっ年取ったなとだって40歳になったら今度介護保険入ってくるんで奥さんも大変そうですよねそれも払わなきゃいけないもんねというわけで勘弁してほしいな金ばっかかかるな世の中ねえやだねというわけですはいそんな最近です そうですね。あのあと最近。そうだ。あのね、うんえー、ちょっと忙しかった某資格の講習が終わったので。あのー、ちょっと気合い入れてね。気合い入れちゃう。あのー、お掃除とか、家事とか。しようかなと思いまして。あの本棚を三つも頼んでしまいました。<laughs> 通販で。み <laughs>、いつごめん。三つじゃない。五つだ。五個。五個。うん。 もう壁全部本棚にしてであのなんつうの、えー、なんだ、えー、もうみんな,みんな何もかもうと思ついでに同じアマゾンから頼むんだったら何、うん、か頼もうかなと思って、うん、ヨーグルトメーカーヨーグルトメーカーって私仕組み知らないんですけどあめるだけですよ金入れて。 で、うん、金はなんかブルガリアヨーグルト入れたりさ、あ、そっか、そっか、別のヨーグルトを入れればいいのかちょっと待っね、種ヨーグルトを、そう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 、で、<laughs> 何世代も行くとだんだん不安定になってくるらしいんだけど、<laughs> そういう時に新しいの投入とかね、やっぱ何世代もやると劣化するのかな、うん、あのー、まあそういうのあるらしいんだけど、あのー、いや、べ、パンのベーカリーマシーンなんていうのあれ、パン焼き,ン焼き機、パン焼き機とね、うん、かなり迷ったんですけど、うんうん、あのー。 いやうち二人暮らしじゃん、パン一斤あって、食っちゃってもまずいし、残っちゃっても嫌だし、そうかそうかそうか、お宅だったらね、うちならそうですね、3人だし、そうですね、子供食べるし、食べますね、そういうわけで、ヨーグルトメーカー、まだ届いてないので、あし届くんで、これからか、本棚も、も明日午個届くんで、あらららららら、組み立てるの大変ですよ。 でもいいからホームセンターで電動ドライバー買ったほうがいいですよ絶対ホントに違いますから1980円の電動ドライバーでももう絶対違いますからでもね私19あ1980円払うんだったら他に欲しいものああでもね時間っていうものは買えないあのね、うん、うちの母の友人の <laughs> 旦那さんの名言があって、母のゆいじ旦那さん。あもこれあのなんていうの、某企業のあの中央研究所にいた人だから、結構ちゃんちゃんとしてる人。あのなんだ、特許とかいっぱい持ってる優秀な人の名言で、便利と思うものは買うな。えそれはそその心は無駄だからですよ。ああ。だってさ。 あの例えばさ、3つに分かれてるフライパンとかあるじゃん、あるある,あるあるある、あれって便利だとか思うじゃん、便利かな。でね、うんまあ、見た瞬間、便利だと思うのよ、<laughs> はいはい、でも実際使わないから、<laughs> まあねスーパーハボキだって使わないから。<laughs> <laughs> あれまだ売ってるって知ってます？知ってますよ。<え>何言ってんですか。あれは大ベ,ベストセラーですよ。ねえ、ハボキまああのそういうアマゾンでちょっとね。なるほどね。でもね本棚もね5個とかねヨーグルトメーカーとか買うとね 1>,、うん、1万8千円ぐらいの請求が来るのよよ。請求聞きますよ。うん、俺はそうですよ。いやいやいやそういうわけ。あとねあのあれ？ 今この話したか、ちょっと忘れちゃったんだけど。ほ、うん、し、あ、そうだ、欲しかった方の話した。で、あの。四枚になったって。じゃ、明日買いに行くから。じゃ、はい<の>、もう明日中継したら。家族買いに行くと。もう、もうね。でも、記念写真ぐらいは撮る。あ、いいですね。こうもう、ね。ううで,でも、またね。なんでそんなものを、タイ米はたいて買うんだ。って思われるようなものなので。いや、でも。 バーバラさんからその話を聞いたバーバラさんの要するに知り合いはみんなバーバラさんしか買わないから買いなって元取れるでしょって言ってたんですか絶対元取れるから買えって言われるんちゃうじゃあ使い終わったら寄贈しますって貿易金融を寄贈しますって言ったら、うん、ええ撤廃すればいいじゃんって <laughs> っみんな結構鬼ですよねみでもほら大内あずかし寄贈とか書かれたいじゃん。 まあね日本という国がなくならない限りね、うん、いきなり非物価中立がほうなことにならない限りはずっとでも、ね、防衛研究所はあのー、その資料は多分国会図書館に移るからそううでしょうねあれね防衛研究所の図書館って国会図書館の分室だから、ねうん、あそうなんだ、うん、へえそれ知らないですそう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 ,そうあのー、じゃあそのうちあれですね10年ぐらい待ってるとアジレキに <laughs> スキャンして上がってくるんですかねキちょっとねあの域が 新造戦法で <laughs> 来た感じなのでねまあそういうわけで、はいえー、でも結構楽しげに俺らそうですねあのあそうそうあとそうですね、えー、あれキンドルがねそう,ですねそうついに日本正式対応ですか、はい、いやあのねあの後、ー、段者だから就営者だかと合意に至ったっていうから、ね、あそろそろ来るな来ますね。思ってはいたんですけれども <laughs> それが来週販売なの いや知り,知りませんそれはあのね予約が始まったらメールを送りますっていうのに登録したのでその登録され,たされましたよみたいなメールは来てましたよね<ー>昨日ゆ夕べかなんか私は登録されてますせみたいなのが来ましたで登録して1万円は取っておかなきゃいけないんだよねだからそうですね1万円もねするでしょうかねでもそしたらね アマゾンでね。そうですよ。あのー、だから、あと早く、あれ、のあのアマゾンなんとかかんとか、パブリッシングなんだっけ。あれ、アマゾンのオンラインパ。パブリッシンあ、そう、アマゾン D. T. P. はや。それはもう、絶対対応しますよ、ね。よえー、もう、早く、だから、早く出してほしい。あ,あ、早く。早く出してほしい。もうね、あのー、なんつうんでしょう。 俺らもねそうですねあのガ、ー、ガンガンそうですよ、あと今こと g o グーグルタブレットっていうのがまたね、グーグルのななんだっけんとかタブレットのあのね、ね私思うんだけど、4月企画はちょっと統一してほしいんだよね。マイクロソフトからもね、このもしかしてさ、漁夫の利を得るのは、アドビだったりするのかしら。いやー、今はもうないんじゃないですか、じゃあ、分か,、ね、かんないですけど、まあでもやっぱ、最終的な勝者はキンド,ルキンドルっていうか、アマゾンなんじゃないですかね。 そうなんですかね。あ、でも、ほら、アップルもちょっと。グーグルと距離を置く的な感じ,じなす。なんかね、困るんですかね。あれ。困るのよねそ<う>。アップル独自の地図ってちょっと信用できな,くない。あの、あんま精度がよろしくない気がするんですけどね。アイ、アイパッドの地図とかであれしてると。うん、そうですう。どうなんだろう。まあ、まあ、あと同じなんでしょうけどね。 そういうわけで、はい、そんな昨今ですねはい、というわけで今ね、ね我々の小さな話をしましたけど、はい、これから壮大なお話をしようということで銀河遊伝説、銀鋭伝舞、第2回ということで伝舞はい、なのでお<い>、えー、じゃあ、えー、今日はね、2巻あ、そうだ、はい、その前にこれ忘れないうちにねネットコマーシャルみたいにこう2分ぐらい やるからはい。えー、シューアシステムさんから発、好評発売中の Facebook&LinkedIn 対応履歴書いらずのソーシャルメディア転職術。ただいま好評発売中です。転職を意識している方もしてない方も、あなたのパーソナルブランディングがきちっとできる。というですね、本でございます。あの、他の本と違って、 えー、ソーシャルメディア来賛の本ではありません。ダメなところはダメ。使えないところは使えないって書いています。で、コツとしては、使えるとこだけ気楽につまんで使うのがコツだと思いますので、ぜひそのコツをですね、この本で、えー、つかんでいただければと思います。おすすめのお店はですね、ヤイスブックセンターの、ヤ重スの本店、 ですね、そちらの方に私の手書きのポップも飾っていただいてますえー、っと2階じゃねえや3階かな3階2階2階のビジネス書コーナーの奥の方に、えー、転職という棚がありますのでそちらの方でお買い求めくださいその他か紀ノ国屋書店各店、えー、それから、えー、ブックファースト各店などで、えー、主に置いてあるそうですもちろんアマゾンでも OKOK、OK、はい以上ですアマゾンで何位ぐらいですか30万位ぐらいですか <laughs> 本当さっぱり売れなくて、ま職本ってね、時期物らしくて、ヤイスブックセンターの担当のなんかベテランの方に、<laughs> あのいや、まあ、長いこと置きますからみたいな感じで、優し,いね優しいです、す本当にヤイスブックセンターさん、私の本、ずっと長く置いてくれるんで、なんか、鼻薬でも聞かせてるんですかいや本当にねえ、これ以上、アマゾン儲けさせるのにしゃ、も儲けさせるのか、尺にううも,、ね、も結局 アップルを儲けさせるのかグーグルを儲けさせるのか、うん、アマゾンを儲けさせるのかマイクロソフトを儲けさせるのか、まあ、アドビをもうけさせるのかもう,うもうねアドビはしょうがない、うん、もうオフセと思って <laughs> こうあれは人頭税と思って<ー>だからパソコン人頭税と思ってもなるほどねあのしょうがないよで、うん、でもアマゾン便利なんだよねそうなんですよ結局だって送料ただじゃん だってヨーグルトメーカーと本棚を一緒に送ってくれるんだよ俺プライム会員ですしね私もプライムだしさ余裕でプライムですよあのんていうのだってティッシュペーパー極端なんだしティッシュペーパー一箱ただで送ってくれるわけですからねまあそうだよねそれ考えるでもね実際よく考えたら送料ただになってからね注文増えた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 だからうまいんですよ結局トータルの計算はなんかもうザカザカだからあのんか プライムのものとプライムじゃないものがあったらとにかくプライムを選んじゃそうそそそそう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 だからさあのこの間あのた,たこ焼きあっこの間フェイスブックで焼いてたやつフェイスブックで焼いてたっていうと日本語すごいおかしいっとたこ焼きプレートねえっとなんだえー、たえー

安いやつは大概ねアマゾンじゃないのよ要するにアマゾン以外が販売するやつですよねでも高くてもいいから一緒に届けてね一緒に届けてくれる方がいいやと思います、ね、っていうことで。 ほら、だって最近古本もプライムと読んのがあるじゃないですか。アマゾン発送のだから一円で送料二百五十円ってやつよりも二百円なんだけど、にあ三百円なんだけど、おお、アマゾンの送料を持つんだったらこっちの方早くていいじゃんっていう。でもさ、私たちのこのね、長いような短いような今までの人生でね、うん、ガリバーとなったものが崩壊しなかったことって一度もないから、ねうん。お、商業無常。商業無常。だから。 初業無だ初業無。あのねあのなので、アマゾン今便利だからめっちゃ使うけどいつかこう風船がパーンと弾けるようにシュシュってなるからあの大丈夫。大丈夫。何が大丈夫なのかわかんないけど。だってガリバーだともって小室哲哉がああなりツンクがああナリ。そこ来た。そこ来た。そこか。はいはいはい。まあいいけど。清さん。 パソコンの98がアーナリマイクロソフトがこうなりつつあり逆にシェア5%とかだった。 なくなるかと思ってたアップルが,が、ね、突然、バーンと先端ぶりが爆発のように広がりビ、うん、ビッッググババンンですよジョブスもお亡くなりになったし大就職も <laughs> まあ,あり得る話ですよね。<laughs> 思うんだけどだからね、ねあ,<ー>あんまりシェアを広げすぎると危険。 まあおごれる兵器は久しからずですよ、平清盛はさっぱり視聴率上がらないですけどもあれ、打ち切りの噂出るぐらいだからね、いが打ち切りってないでしょまでないだろうけど、誰も見てないよ。俺の周りも誰も見てないですよ、そもそもうちテレビつけないからな、おほうだって、みんなブーブー言いつつ見てたわけですよ、なんで一人だけ上野樹里が出てんだで、おなじみの。 えなに？上のジュリがずっとあれでしょ。うん、子供役からずっとやるっていうファンタジーだったやつでしょ。ああそうなんですか。あの,ー、の確か私も見てませんからあれですけど。ね、まああのー、あれはみんなブーブーいたみたいな。そうですね。でも平イラーの興味を引誰も見てないっていう。見てないですよ本当にね。聞かないもんね。でもさほら松山健一はそれほど下手って話はそもそもないのであのー。 多分ね、題材、平の清盛って誰も興味ないんじゃないかと思ういやー、そうっすね、う,ーんうん、やっぱり悪役イメージが強すぎるそうっすね、源平のね、義でだと南いいんだけどね、うん,うん、いやいやいや,いや、まあそういうわけで、アマゾンはなので、尺に触るほど広がりすぎたら、うんうん 勝手にとと縮むからそれは放っといてもいいすまあ逆にあのアマゾン嫌いの人はこうご期待ということでまあだってあの、まあ、ぶっちゃけ失礼ながらあ,のあれだけでっかくなった当藩日本さんだって今後どうなるかっていうあれもあるし <laughs> 本当だ,だってほら日本たばこなんてさ先輩してたのにさ、ねうん、先輩後者ですよ今や,今やもうなんか肺がんの会社みたいなジュース屋さんですからね<え>ジュース冷凍食品屋さんですからあそうなの、うん確かですよね ね、JT JT、うん、そうなんだだからねいまあのー、だにおシェア100%に近いなんて朝日ガラスぐらいだからねああなので頑張ってますよセントラルガラスもあそうなんですか0.2%、はい、ぐらいいやいやもうちょっとあると思いますよ <laughs> ほぼほ日本板も日本板も頑張ってると思いますよ日本板ガラスも、はい、あのー、なんだっけ、まあ、そういうわけでほ<い>、えー、まあね え、Kindle の件についてはそうですね。またあの出たらやりましょうか。出る出ることが決まったら、Kindle こう全野菜とか、なんかそんなやつ。あの Kindle を届くのひたすら待つ、待つユースト。だからあの。あいいんじゃないですか。何時から何時までステージして、ピンポン。あるの待つでその場で開ける。あい、やろいやいやいいんじゃないですかいじゃないですか。それいいそれ。あの。で。 超厄っかりかもしれないし。なんかおかしくないとかなんかそういうふうにやるって。これだっても届かない。それもまた面白いですね。いいですね。いいですね。いいです。やりますよ。あのでもそういう時に限ってコミケ当日とかそういうそういう時に限ってもうムチャムチ忙しい時ってねありますけどね。まあまあねあの笑いを取るためにね。そうです。なんかやりましょう。何かやりましょう。なかやりましょう。 というわけで銀映伝部でございます。マリクドイあれでしたけど、今日銀映伝部は今回第二回でございます。なんていうんでしょう。二文庫版ですね、どっちもね。二あるところそう。総理さ、全部終わったら十冊あげようと思ったのに、あの二持ってんの。いやいっぱいありますよ。ていうかこの版あの草原版だったり徳間版だったりえっとノベルス版だったりが、あの俺の 行動範囲あちこちにあるので全然問題ないです。何も無駄になりません。はい。はい、なるほど。じゃああの二巻のあらすじをまあせっかくなのであの著作権に光らない程度にちょっと読んでみましょうか。なるほど。はい。そうですね。はい。はい。えー、一応あのわ今回の銀河伝部のあのー。えー 定本は草原 SF 文庫でございます、はい、表紙が素晴らしいいいですねザ・<う> SF ですよザ・ね、SF なんだっけこの人な,なんて読むんだっけ星野信之じゃ高幸じゃ何でしたっけ <laughs> 私この人のね <laughs> 本とか持ってんだけどなんて読むのかん <laughs> なんだっけ書いてないよ まあいいや、うん、あのこのさそうです、ね、もうザ・ S、F ・ SF な感じですよね。というわけで、はい、銀あの今回2巻を語りたいと思うんですけれども、はいまあ、銀あらすじを読ませていただきます「銀河英雄伝説」「野望編」「奇策を用いて難攻不落の要塞イゼルローンを落とした奇跡のやん」 指導者たちの主役に振り回される彼にもたらされたのはクーデター勃発の急報と、えー、鎮圧の命令だった反乱者たちを指揮するのはヤンが厚く信頼を寄せていた人物また目標に立たされたヤンが打つ次の一手とは一方ラインハルトは切れ物の参謀と無理の腹心優秀な幕僚を従えて皇帝崩御以降激化する、えー、<laughs> 権力闘争の中でえー、英達を重ねていた しかし彼を警戒する門伐貴族らは、えー、戦力を結集、えー。粛清のために動き出す。直接戦火を交えた二者の勝敗は銀河氏に新たなる波乱を呼ぶ。えー、勘奥当たわざるスペースオペラの傑作第二弾。これ、 あらすじ,じゃないね <laughs>、えー、単なるこうまあ引きですよね引きですね、はい、というわけで、えー、これあの「あらすじ」って書くとあの小説の新人賞とかで落とされますからねちゃんと荒い筋になってないと、はい、というわけで、えー、第2巻でございますけれども、はい、えなんだっけ2巻はですねともあれもうキルヒアイスが死ぬっていうもうこの一点だけ語ってもいいんじゃないかぐらいのはい、はい、ポイントがあるんですが、うん キルヒアイスが死ぬで、<laughs> あのなんていうか、その話を先にしましょう、はい、今日もあのうも、はい、事前の打ち合わせでもちらっと、ね、言ってたんですけど、キルヒアイスが死ぬんですよ、とにかくえとキルヒアイスというのは、えー、主人公のラインハルトの無二の親友であり。 親友であり。はい。海の親友ですよ、まさに。自分の右腕どころのサイじゃないですね。右半身ぐらいの感じうん、うん、1> の一人であり、なおかつ、有能な参謀であり、うん、有能な指揮官であり、うん、えなおかつ、こう、かっこいい、背も高い、赤毛っていう。ね、わ私ですね。もう完璧超人ですよ。あの、あのー、そういう火の打ちどころない人を見るとですね。はい ね、羽をもぎたくなるとか、<laughs> 腕をもぎたくなるとか、怖い怖い、ねねうん、まあでもだから、その本当に完璧超人なんですよ、性格的にも、うん、ラインハルトはね、どっちかというと、子供っぽいというか、ちょっと性格的にもね、うん、若干おかしなところがございますけれども、うん、そういったところもなく、なまあ、ただですね、あのそのラインハルトのお姉さんであるところのアンネ・ローゼのことが、はい、まあ要は好きなわけです、ラブなわけですね。でももぶっちゃけ、はい、ラインハルトも お姉さんラブでそうなんですよだからその奇妙な三角関係ドリカム状態と申しましょうか何と申しましょうかもうあのほらこうその親友のねえんだっけラインハルトがキルヒアイスの赤毛を指で持て歩そうですねこういうこういうこういうそ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  ホモポイントですよね。なんか、ほもほもしいポイントですよね。見れば見るほどキモいとか思いつく。そうそうそう。で、ちなみにあの、アニメ版でキルヒアイスの声をやってる方ってのが、あのー、あれですよ。うわ、あの、バラエティの、世界丸見えとかでナレーションをやっている方なんですけど。ああ、あの人。はい。有名。あのたなんです。 であんまりどっちかっていうとそのアニメとかえ、うん、ま映画はちょっと私もピンとこないんですけどうん、うん、アニメとかにバンバン出てくるタイプの人ではないんですがうん、うん、ご本人がとてもこの「キルヒアイス」ってこう気に入っていて、うん、もう本当に何を置いてもこの役をもし次また何かでやれるんだったら駆けつけますみたいなことをおっしゃってるっていうようなそういう感じなんですけど私はどうもですね、うんあの ラインハルト様っていうそのキル・ヒアイスのアニメ版の声を聞くとどうもそのままあの何か不思議な番組の解説が始まるっていう世界のねいろんな不思議な番組の解説が始まるイメージになってしまうんですがまあでもいい声ですよねまあちょっと話をそれましたけどまあそんなキル・ヒアイスがえとにかく死ぬとぶっちゃけ死ぬまあその署に行く話はまた後でいいんですよ話を追う時で,でとにかく死んじゃうんですよ 自分の主人公の肩半身みたいな人がこの全10巻のうちの第2巻の終わりの方で死ぬと総理はさっきこれ始まる前すでにお酒我々も入ってるんですけど私はノンアルで入ったんですけど私だけ酒が入って私このあと車乗って帰るからあれなんでキルヒアイスが死ぬんだ死ぬんだっていうことで 割と結構、どうでもいいエピソードなんですけど話の都合上あここで殺すっていうのもありだよね<や>ぐらいの感じなんだけど総理は何気にそんなに俺はまってないもん出てき顔してるけどキルヒアイスが死ぬってさっきから10回ぐらい言って。重要なエピソード一応ねで 何が重要っていうかっていうと今後の話の中で、うん、おそらくですけどこの全10巻の中でこれほどまでに、うん、こいつが生きてたらなっていう言葉をその登場人物が語ったり思ったりする人は他にいないわけですよ。うんうん だからもう本当にこうラインハルトはねもちろん主人公のラインハルトは,要は親友ですから、うん、キルヒアイスが生きていればこんなことにはなかったのにっても思うし、うん、それこそあの部下たちもねそのミッターマイヤーもロイエンタールもキルヒアイスが生きてたらこんなことにはとか、うん、キルヒアイスが生きてたらこうなってたろうなっていうセリフがあるわけですよ、うん、それどころが敵のねライバルのヤンウェンリーですらこうキルヒアイスって人が生きてたらこう帝国と同盟の間うまく良し見を結めたかもしれないねとか、うん、キルヒアイスが生きてたら俺はこんな楽できなかったかもねみたいななんかそういうような。 話が出てくるわけですよ、うん、それほどまでにこうずーっと惜しまれっぱなしっていうところがまたポイントで、うん、ここでその、うん、さらっとね終わっていく消えていくだけの人だったらこんなには多分引っ張られないとは思うんですけどなんだけどさっきそのだから事前にバーバラさんと話してて私全然ピンとこなかったんですけど、うん、バーバラさんがね、うん、こう いやでも重要なキャラクターを序盤に殺すのってある意味、物語ストーリーの進め方としてはこうよくある王道じゃないのっていう話をされてそうですあのね,、えっと、ねものすごい重要な明らかに重要なキャラクターを序盤で殺すっていうのは、えー、傑作の一つの条件でもある。そうそうそうでえ、じゃあどんなのありますみたいな話をして。 最初は思い浮かばな、ね、か,かった。そうそうそう,そう。で、ね、私が言ったのはなんだっけ。ロッキー。あ、ロッキー。うん、あのね、ミッ、ミッキーを、あの、三で、もう、殺しちゃってるのよね。で、アポロを、も読んで殺しちゃってるで、まあ、別に序盤じゃないけども、うん、ミッキーが死ぬっていうのは想定にはなかったわけですよ。遺産できない死んじゃうっていう。で。 であ,のあと何だろうね的なでししたたっけなんか出ましたよね序盤でそ,そしたら総理がそうだ大物を忘れてたとタッチタッチ,タッチ重要人物死ぬじゃんと思ってもうあっという間に死ぬじゃんみたいななるほどなとなんか思ったんですよ、うん、確かに死んだことによって、まあ、変な話ですけど死んだことによって生きるというかね。うんうんあのー、日本人語の そうですね。だからあのなんていうのかなこれ別に序盤じゃなくてクライマックスだけども「あのハリー・ポッター」であの校長先生が重要な役どころで死んじゃうじゃんあの決戦前にどのタイミングで死ぬかとか全然わかんないですけど最終回の一個前で死んじゃうけどここで死ぬのかっていうええ死じゃ のっていう惜しまれで死ぬの、はい、だってほら、この間の窓まぎだって<ー>明らかに重要人物である真、ねうんうん、ミ先輩が早々に死んじゃって、みんな、えーみたいな。<laughs> あ殺し方ね <laughs> だからあの重要人物を、ね、早々と殺すっていうのはね、よほど自信ないとできない、うん、で田中先生、まあ、殺すのがうまいみたいなことを言われてたじゃないですか。そりゃあ,あとね、キャラ殺しの田中みたいな、何言ってんな俺らはもう、太陽に吠えるを知ってんだからね、<laughs> もうねえ、あれは事務所の都合で交番じゃないの <laughs> <laughs> いやまあそうだけどそれ、裏はそうだけど、住職ね。 視聴率が1%下がると1人死ぬっていう伝説があって <laughs> 殉職が売りっていうことなんですね。んねやっていうことなんですんね。っぱいうことなんですね。っぱりなんだこんだあの。って言われと私はあのあれですねなん,だなんだっけスコッチでしたっけ誰でしたっけ病死するやつ、うんうん、死にたくないってあれは死ぬ瞬間じゃないんだけど、うん、ってやるやつがちょっと印象残ってるのとあと山さん、うん、電話ボックスであの弾食らったかなんかされた後に、うん、あの。に。 一人息子にかけるわけですよ、不死家庭で今から帰るって言ってその電話ボックスで死ぬんだったと思うんですけどそれとかあとはロッキーねロッキ300に死すとかああのま殉職シーンね死ぬのがねウ理みたいなねあとは漫画で言ったのはシュートって漫画ね僕はわかんないんですけどえ読んでない えー、作者は忘れましたけどすごいたサッカーの漫画「頑張りキッカーズ」しか読んでないんで早々とこれもヒーローが死ぬというねやっぱ定番なんですね定番っていうかねあのー、なんて言うんでしょうあの次,次世代に引き継ぐとかさ そういった、なんていうのかな、あのドラマも作りやすい。まあ、日本人ものみて。まあ、あと、生き返るパターンもありますよね。あの、大の大冒険のアバン先生みたいなね。大の大冒険は知ってるけど。大の大冒険で、その、やっぱその、自分たちの先生が途中で、その。死ぬわけですよ。だって、大体さ、あの、ファイナルファンタジーのファイブ、やった?。やってない。 ファイナルファンタジーのファイブやったことある人は途中でガラフが死ぬじゃん視聴者と本当分からない途中で重要キャラクター重要なおじいさんが死んで孫娘が登場なるわけですよだからね世代引き継ぎってのはよくあるパターンですねそう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 だからこれも友人とちょっとホモホモチックに あの依存気味だったのが死んだらまあ一人立ちをせざるを得ないというかね,ねいろんなところの皮が剥けたわけじゃないですかああ皮がペロン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 ,ペロンとねあのー、なんだえー、主人公のラインハルトがこう、うん、一かべりってむけて確かにだからあのー、なんていうのかなで主要人物が死ぬと主人公の何かが剥けるんですよそうですねだからタッチも 和也が死んだら達也がこう前面にバーッと出てきてそうですね。ただね実際 たかどうかっていうのは実は分からなかったり、あ<ー>勝手に死んじゃったって場合もあるらしいしね、田中先生は、いずれ殺すつもりだったら、ここで死なすのはちょっと早かったみたいなことを、後のなんかのインタビューで答えられてたと思いますけどね、ねねお腹いっぱい食べたあとより、もうちょっと食いたかったぐらいがちょうどいいの、そうですね、そうですね、そうですね、そうね、す、あ、ね、のー、こうね、だから逆に言えばさ、うん、こう、 なんていうのナインハーフ的なさロミオとジュリエット的なさギュっと縮んでる方が恋愛はいいよねまあそうですねあんまりだらだら続くのもねっていうまあそうですねねしますよね20年続いた純愛ってあんまりねいや聞いたことないですよ聞いたことないですよっていうまあそういうわけでございますいつか終わるんだよはいあのでまあケレヒアイスという。 まあ人物論ちょっと話しておきますかいやでもやっぱもう完璧超人の一言で済むんじゃないですかっていう感じですよね優しいし絶対寝相が悪いとかなんかあ,あなんかねおならが臭いとかそう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 死肉炎とか <laughs> 肉園ね <laughs> 分かんないですけど口内炎がいつもあるとかそれは俺だって、ね、なんなんそうっすか日本、はい、悪いんじゃじゃないんですけど、まあ、なんだっけ、うん、あのー、完璧な人を見ると穴を探すのが趣味なんですけどはいはいはいどうですかこう切る,切る日アイスちゃんはうーん冷酷じゃないからそうですね優しすぎるタイプですねうんあのー、なんていうの ちょっとロイエンタールの血でもと思うです、なんか、うん、あのロイエンタールがね、もしくはね、あのあれ、えっと、ほら、オーベルシナインじゃない、えー、ビッテンフェルトえっと、第、えー、三勢力あー、ルビンスキールビンスキーの血でも、ちょっと入れとけって感じ。いや、だから結局その、自分の正義とかっていう,こう、潔癖症なんですよね、要はね、ある意味ね。 高血な方だからそこの部分で清濁、併せ飲めないがために要はし死ぬフラグが立つわけですよ。清濁、うん、併せ飲めなくてラインハルトとちょっとした仲違いをしてそれが、まあ、きっかけである意味死ぬことになるわけですけどね死ぬ直前に、まあ、ラインハルトとうっとこう、はいのになるじゃんお前は俺のやつあれどっちにジャッジするあのどっちの方持つ俺、ラインハルトの方持っちゃうんですよね。 為政者というか上に立つ人間というかって考えたら、うん、し,ょうしょうがないだから逆に言うとそこであ,のあなたら忠実な部下ですラインハルトこうって言ってしまったキルヒアイスがもうその時点でもフラグなわけですよね、うんうん、あそこでもう一回言えるのも言ってよかったのも多分キルヒアイスだけだと思うんですよなんかでもちょっとずうずしいとか思うまあね <laughs> うんだからあとはその結局 若手の多いそのラインハルト軍団の中に、うん、まあオーベルシュタインっていうね、うん、まだ切れて冷酷でなおかつちょい年の上の年が上の見た目にも年が上のやつが入ってきて、うん、まあそのちゃんと組織としてしっかりしましょうやみたいな要は正論をぶつとでその正論に要はラインハルトがある意味で言うと、まあ、流されたというかそれを受ける なななんで、うんででしょううがないんですよこここれははると、うん、結局ねそ,その割には死んだ死んだってさっきからいやそうそう,そうだからでもこの2巻においてはやっぱこの死んだことが一番でかいんじゃないかなと思うわけです<ー>私です、ね、別にキルギアズが好きっていうほど好きってわけでもないですよ、うん、でも好きとしか思えない私なんかあらかじめ言っときますけどんかあわあわ言ってますけどあらかじめ言っおきますけど、うん、私その帝国の中だったらロイエンタールが好きなんですよ ロイエンタルウスキどの辺が自分ではこうなれないからっていう。<ー>うん、憧れです、ね、そそれある左右ひ、瞳の人に。こかいっていうのは無理しそ,<笑><笑>そうだけど、あの、その性格的にっていうか、女にモテるとことか。ああ、そう,そ,う,そ,うそこがいいんですかそう、女にモテて、ちょっとこう、冷酷なところみたいな。そこに惹かれるって感じです。<laughs> れますねどう考えてもなれないですからラインハルトにもなれませんけど私なんかに言いますとなんでそんな怖い人と付き合わなきゃいけないの女どもはって思うわけですよただいろんな人に聞くと気の強い少年が好みみたいなこと言う人もいるだってそれこそヤクザとねそれこそぶん殴られながら付き合ってる人とかもいっぱいいろいろ問題発言でしたけどまあまあねそうそうそう だからまあ話に戻りますとキル・ヒアスの人物論としてはあまりにも完璧すぎたからそういう意味ではここで殺しとかないと収拾がつかないだって、この人いい人に決まってるわけだからこの人中心である意味回っていっ,ちゃ判断がいってもういんだけど逆にあのフリープラネッツに亡命してもよかったんですよ天才としてい、ね、いなくなくんだ,ろう、うん、だから、そうするとあの実はフリープラネッツも。 あのそういういいとこでもなかった的なあそうねっていうでもだからキルヒーアイス VS ラインハルトっていうのも可能性としてはねだけどあの、まあ、そういうのを捨てて殺すと、うん、奇跡に入れちゃうあ奇跡にーム入れちゃうとで,で、あのー、そこで一皮むける。ただあのー だから私的にはラインハルトが一皮向ける、単なる通過儀礼程度のああそうか、一皮向けるっていうので、親友、親友を失って一皮向けるっていう点だと、あなんでこれ真っ黒になっちゃったんだああ、はい、う親友を失って一皮向けるって言ったら、巨人の星もそうですよね。 えどうどうバンチュータとずっと一緒じゃないですか、うんで、バンチュータと別れる時が来るわけですよ、す<の>バンチュータが中日からトレードしろって言われてきて、その時に、要は敵方に回るわけですね、うん、だからさっき今、バーバラさんが言ったパターンですよ、うん、敵側に回るっていうパターンもあるなっていうのは、うん、ああ、なるほどと今思いましたけどね。ただ、殺すっていうのは、潔い処分の仕方そうですよね、だって、復活はさせられませんからね、生地の子たちはね、うんまあ、ねそれこそ、あとご都合主義しかなくなっちゃうからでほら。 でもしかもさ、ここで親友もいなくなる、うんうん、でお姉さんにも振られるわけそそそうそう,そう,そう,そうぶっちゃけもう私とは会わない方がいいと思うのみたいなね、<laughs> 要はあれ,あれでしょう、自分の,あのラブリーなラブリーなジーク、ジーク、ラブリージークをぶっ殺しやがって、うん、このクソ弟がってことでしょ、<laughs> どうなんわ。いや、違うとは思うけど、ど,ど,うどうなのまあね。よくさ、何な,な,なんですかね、アンネ・ローゼね。 あのようわからんじゃんってかね。まあまあ大変こうビロな話をするとあのまあ皇帝陛下のまあぶっちゃけ何してるわけ。そうおやりになってるわけです。おやりになってるんでしょ。ででさそこでさおやりになってる。あの皇太陛下のあのお気に入りなわけじゃない。長期という言葉です。長期ということはですよあのなんかこう。 えー、皇帝陛下に好意的な言葉を吐いていないわけがないそうですよね絶対こう、うん、優しいアンネ・ローゼだからなんか言,言ってるはずが、ね、優しいんだからね、うん、であのー、こうなんていうのかなそ,それなのにですよ、あのー、ラインハルトはこう皇帝ばっかり悪く言うっていう,あそうですね。だから、あのー、まあなんていうの こう逆立ち婚でもうまくいく場合だってあるわけだし、<laughs> <laughs> ね。例えがあれですよ。ね、た、ね、だととそういうことでしょう。だってうまくいく場合もある。ある、うん、ある。ある,あるだって<る>ぶっちゃけおみや親が決めたお見合い結婚近いわけじゃないですか。だって恋愛結婚だってうまくいかないものはうまくいかないですから。からあのー、なんていうの深読みをするとさ。うん あのこうラインハルトはお姉さん取られたから悔しいわけですよ、ね。まあそうっすね端。端的に言えばそういうことですよね。だからあのお,お姉さんはだけど実はその状況に関して実はあんまり悲しんでる雰囲気がないじゃないんですよ。まあ顔はね悲しんでるっていう経験のうもう顔になってますけどね。のそのいや死んだから悲しんでるけどあ,<ー>あのそれ以前。 そこまでってことねまあ親が決めた言い名付けだからしょうがないと、うん、まあ境遇をねだからそこまた魅力的なんですけれども<ー>でもこうでも私は本当はキルヒハイスが好きだったのに的なのがあったとしてであのー、そこでまああんまり感情を出さないアンネ・ローゼがかな悲しみに満ちてなさるわけでねうん というそうですね、まあ何かアンデルーズが何考えてるかわかんないっていうのは、それこそ死ぬ間際まで死ぬって、ラインハルトが死ぬところまでもうわかんないちゃわかんないですからね、この人は。だって、こうねあのね 私的にはヒルダのほうがよっぽど人間らしいというか言ったことずけずけ言ってねまあねでもラインハルトの生殖能力を恐るべしっていうそんなに濃いんですか一発かいみたいなあれなんか特くなったんでもこっちは大丈夫なんですよねこっちは繋がってるんですけどよくわかんないですねだからまあ この2巻、2巻今日だけど終わらなさそうなんだけど、まあ、基本はやっぱキルヒアイスが死んでこのあとどうなるんだろうみたいなところってのは大きくてでやっぱりあとは大きな伏線としては、うん、キルヒアイスが死んだ後にそに連絡を取る羽目になる色々とね事己処理をして連絡を取る羽目になるロイエンタールがその、うん、いわゆる青函高速通信みたいなやつで、うん、ラインハルトと会った時に要はあんたも反逆。お前も反逆 反逆していいんだぞ。俺が足んねえと思ったらおいみたいなことを言われて、そこで要はちょっと目をね、植えつけら反逆の目を植え付けられてしまうと <laughs> いうことが。でもロイエタールはあのこれの後の外伝 <laughs>、はい、読むと、もうその前の段階で実はあのなんて言うんでしょうね、多少のそうですね。うう俺も俺もチャンスがあればみたいなのありましたけど、ねうん、ううお気持ちがね終わりだと。はい。 そそういうういいわけでででございますねそうですね、まあ、でも本当に2巻はです、ね、あのどちらも自由惑星同盟も、えー、と銀河帝国もどっちも内戦状態にあるという、まあ、それをこうパラレルで書いていくということで,です、ね、非常に面白くまたそこそこテンポもあるという俺俺様的にはあのそっちの切る日合い数が割と通じてあって「副官の、ね、美しき将来」はい 結婚はいフレデリカですねフレデリカじゃ美しき副官なさいますサンドイッチ女ですねサンドドイッチ女フレデリカのお父上のグリーンヒル大将がドワイト・グリーンヒル大将がクーデターを起こすようね反逆者の頭目になっちゃうわけですねというのがこうビックリ的なねビックリテンフェルトですねのはい むしろインパクトありますね驚きますで、またそのドワイト・グリーンヒル大将っていうのは、もうこの一巻、まあ、ちょっとしか出てきてませんでしたけど、一巻でも二巻でも、良識派としてすごく描かれているし、うん、そのヤンと、ヤンのことその他の話とかも含めてなんですけど、ヤンのことを非常に理解をしている、うん、あの同盟軍にしては珍しい上司なんですね、ヤンとしては。うん、っていうところもあり、またあの、フレデリカのお父さんというところもあり、まあ、あの一切疑う余地のない人が、 え反逆者の頭目になるというところがまたポイントですよ、ね、だから、そこが、ね、重要で、はいあのー、なんていうのかな、えっ、ー、とね、えー、大それたことっていうのは。 真面目で高潔な人も起こしちゃう。とそうなんですよね。でも、これは本当にそういう意味では、こうなるな。歴史をよく、歴史マニアの田中先生ならではなのかなと思いますね。あのね、だから、キルヒアイスが死んじゃうのは想定の範囲内なんですよ。うん、だけど、あの、私的にはね、だけど、うん、あのー。 副官のお父様、しかも理解があって、うんうん、<laughs> むしろこうクーデターを起こしてほしいのはトリューニヒトとかそういう人の方なんだけども <laughs> <ー>正義感に燃えすぎると意外に足 足すくわれるっていうかね、足元が崩れる。で、また、ね、そこにこう連なってるのが、そのリンチ少々とかね、向こう、うん、あの要は、それも結局遠、遠回りして、やんと関係してるわけですよね。エルファシルンギに不名誉な捕まり方したリンチ少々が、うんうん、要はラインハルトに授けられた、まあ、あの話を持ってくるわけじゃないですか。いわゆる、あのリンチ少々というのは裏切り,で裏切り者ですね。まあ、でまああのー 人ピニン,ンと、はいもうンザ人ピニンということで描かれています。なってますけれども非常に共感人間なんですよ。あのそう人間臭いんですよね。うん、本当にいわゆるボよく誰かが描きますけどボタンの掛け違いってやつで悪者になってしまった、うん、それまでは本当に普通に栄達を重ねてた人だったわけですよ。うんうん なんか30代後半で少々ぐらいでしたっけなんかよ、えー、40代で少々,少々ぐらいでしたっけ、まあ、あの何しろ出世スピードが入いんで同盟軍も帝国軍もよく分かんないんですけど、えー、あんま人いないんだろうねだからねあの戦争中の、ね、ソ連軍みたいなそ、ね、そうそうバカ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 死んでいくからそうそうそうあのー、なんだっけそそうそうだからこのリンチ少々を見てるとですね、うん、あのー わかる人はわかると思うけどマトリックスって映画見ましたあれのサイファーを連想するんだよね。なるほど裏切るハゲの裏裏切切るハハゲゲがいるじゃないですか。でね非常に全員がね同情すると思うのサイファーにつらい思いをしてなんでだったらずっと仮想世界にいる方がいいおいしいものも食えるし。 あ,のあそこでまあ個人的なあれとしては、うん、だったらあの飯をいっぱいくれるプログラムを組みゃいいじゃんとか思ったんですけど <laughs> 確かにね,ねなんであいつらあんなストイックなんだと、うんまあ、多分ねあの兄弟オーシャンスキー兄弟全とかに凝ってんだと思うんだよね <laughs> 私 <laughs> とにかく自分をいじめるなんかジョブズ的な感じですねインドに継投しちゃうみたいなまあまあそれはいいんだけどもあの認知症症は あのー、マトリックスのサイファーみたいに、こう非常に人間くさい、うん、でまたそのリンチが元、要するに部下なわけですよ、グリーンヒル大将のね、うんうん、でそこにこうある意味でいうと、復旧のというか、うん、お,あのおめえ挽回の、うん、お,め会おめえ返上、おめ返上、うん、<laughs> おめ返上、名誉挽回、うん、チャンスを与えてやろうっていう意味も込めて、こう。 やったのにみたいなことを最後にアニメ版では言うわけですよ、ああのこれでも言うのあ、言いますっけ、うんで、そう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 ,そういうのもあったんで、うん、そういうところもまたね、ポイントかなと思いますね、グリーンヒルさんの、うん、こうなんていうのかな、凍結かつ、えー、なんのかな、えっと、人思いなところを利用されちゃった、グリーンヒルが、そうそう、グリーンヒルが高潔で、うん、あの要するに正義感に燃えててっていうところもワンポイントで ででもう1つはそのリンチという元部下に対する愛情というかな正義感に燃えている軍人がろくなことしねえというのは歴史が証明その通りですねだからそれこそあれでしょ銀英伝で言えばあの初代銀河帝国皇帝の、ね、ルドルフ・フォン・ゴールデンバウムだってそうだったわけじゃないですかあまりにも正義感だとでもさ思うんだけどゴールデンバウムってさ何回聞いてもさでっかいあのバムクーヘンでしょ <laughs> そうそうそう おいしそうなバームクーヘンですよね。なんか金色の箱に入。って神戸なんとか屋のゴールデンバーム。そう。ね、そんなイメージありますよね。何回聞いてもね。そう。うん、ある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 。まあ、いいんだけど。まあ。そう、そこをね、ラインハルトとかオーベルシュタインに利用されたって。うん、そこ、そういうことだと思うんですよ。あの。グリーンヒル。だからね。正義感ってね、こう。そこそこ、こう、せ制御できないと、今の政党だってそうじゃん。 あの正義感にあふれた人なんの正義感にあふれた例えば鳩山幸夫なんて <laughs> あのリーダーに据えると大変だってあの人は人格的に高潔じゃないっていう薄汚<ー>いと誰も言ってないのよお坊ちゃんだからね迷惑だねってみんな言ってるわけよ、ね、人格は良くてもあの悪,気の悪気のない行為って最悪ですよね。 本本気だからね、本人ね人悪気なくマルチ方法とかねあのネズミを勧めてくるような人とかもいつも思いますね <laughs> まあ宗教とかね、えー、宗教もそうそえ、ね、あのさそれがうちに宗教の勧誘の人がよく来るんですけどね今最近ってこと、まあ、多分あのう,ちうちの近所割ときたあの、ね、立川とかってねもみの塔とかあその、はい、持ってくるパンフレットがあるんだけど毎回ね

本をマルチ商法の会場で売ったら飛ぶように売るみたいですねまあまあそれ,それはさておきあのそう、ね、正義感ねそうそう正義感はね、うん、こう正義感あるやつって信用できないじゃんできないねうんやっぱ清濁合わせ飲んないとダメねそうすね、うん、だからきれいだけでもダメだし汚いだけでもダメなんですよ結局のところ、ね、うん、あのーだから ななんていうのかな、えー、だから逆にさあの出版業界をよくしようって連呼する人もあんまり信用できないらで話をよくよく聞くとねえーみたいな詳しくは言わないけどさだからけそれよりもだ私なんかもよく言うんだけどそれだったら一緒にこうやってさ儲けようぜっていう話のほうがよっぽど納得できるじゃないですか。でもそれってさ 正規感じゃなくてちょっと腹黒チックだっただからその方がいいじゃないですかそのそうがよっぽど信用できますよ計算できるまあ計算できるって言ったらおかしいけど<ん>メーカーゴールデンバウムそうですね,ねメーカーゴーカゴルデンバウム <laughs> ぜひ誰か作ってくださいよいいねメーカーゴールデンバウムあのー、ね私もおすすめしますってグリューネワールドアク人ってあのんていうのね お,お菓子の帝王ですみたいなホームラン王的なやつ <laughs> そうそうナボナか <laughs> ナボナって最近見かけなくなるですかでも売ってますよ神は万年堂ってあるんですかありますあ、鶴屋千年堂ってあるんですかわかんないね鶴は千年神は万年だからねあるのかなと思って、あのー、でもナボナもどきがさ、うん、あのセブンイレブンとかで売っているよね <laughs> 売ってますね売ってますね <laughs> 懐かしいなナボナ<ー>でえー ナボナ,はいい、ね、ナボないんですけど、だから2巻はクーデターですね。でね、あの小説を書くときに、うんあのー、天才出しときゃ人気出ることは分かりきってるんですよ。でね、問題はです、天才出しゃいいんだけど、うん、何をもってこいつは天才だと思わせるかっていうのは、ものすごく難しい。要するに、天才をこうだと示す演出というか。そうで 田中由紀さんはですね、うん、一巻で家、えー、兵で大兵を破るということを、はいはいそうですね。うん、あのー、ヤンウェンリーにやらせたわけですヤンウェンリーじゃないですよ。ああああそうラインハルトにさせて天才だと思わせていますよ。はい一個やりました。はい。で、えー、でヤンにもややってる。はいそうですね。すよねイゼルローンを無決奪取というやってですねで、えー。ヤンの天才ぶりを加速するために今回 あのー、意外な方法で最強の軍事衛星をやっつけているああはいはいはいそうですねアルテミスの首飾りが、うん、あのー、田中良樹さんのすごいなと思うところはねあのー、私 SF 読んでて SF 嫌いなんですけどはい、はい、何が嫌いってネーミングが気持ち悪いみんなああていうかあとはやっぱ海外から来てるもの多いからなんですよね,ああのね海外 SF はいいんです あそっちはいい、ね、でも、早か日本の S F とか、ね、SF でネーミングだけよ、内容置いといて、ネーミングが気持ち悪くないものってあんまないんですよ、ダッサーみたいな、<ー>もう登場人物の名前見ただけで締めるみたいな、はいはいはい、その点言うと、ラノベの方がセンスある気すらしますよね、昔のだったら。自分のああってことですかそそうそう,そう,そうあのね な,なんだろうあのえ具体具体的に具体的に一番気持ち悪かったやつえ一番気持ち悪いなと思ったネーミングそれは青山さんの本だから言えないいや <laughs> しかも青山さん一冊しかそういうない、ね、ああじゃあビタビタ押しになっちゃうわけです、ね、<laughs> ビタ押しまあまあ本人にも言ってるからいいんだけどただまああのまあなんていうのとにかくネーミングあだからね、うん だったら潔く日本人出してくれりゃいいんですよ。なるほど、なるほど、なるほど。はいはい。だから、外人とか出して、うん、こう、なんていうの、こう、ね、あのー。だからさ、<ー>こう、あとね、こう、セリフがダサい。ああ<ー>。な、何度もある、何度もって、別に、あ、あの、この間漫画家の、漫画原作者の鍋島正治さん。はいはい。あの、イベントをされた。そうそう、そうしたんだけども、はいうん、臭いセリフは練習しなきゃダメだって話になったんですよ。 えー、おおなるほど言え君の瞳に乾杯って書きたかったら、うんうん、もう橋を描いても普段,、ね、普段からもうね。君の瞳に乾杯って言い続けなくてはいけないと。で、あのね、プレイボーイを書きたかったらプレイボーイの真似事をするんだって。あ,<ー>あの北方健三さんだってですね、リアルで言うわけですよ。ね。 なななんだっけ帰りな子供にはでもどうしても大人の女になりたいっていうのなら俺の胸の中でなりなってリアルで言うらしいのねじゃあリアルでソープ行けって言うんですかねでも実はあの人ソープ行けっていう実際に書いたのは2回, 2> 2回そう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 な話ですねだからイメージなんですよねそうイメージイメージでもだから練習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 をしなきゃいけないのにですよ 自分ちまつまりです、うん、ハードボイルドを書くことはできるのはあのー、ハードボイルドな人だけなのにハードボイルドでない人がハードボイルドなセリフを書こうとすると。 まずチンプなセリフがを主人公が言う<ー>でそのセリフを聞いた別の人がいいね、ジョークの上手い人は大好きだとか言うとそいつもこいつもバカに思えるわけですよ。<laughs> チンプチンプだ <laughs> あと、これバーで渋いセリフを主人公に言わすこれが練習してないともう一<ー>行目でさようなら的いずいぶん私熱く語っちゃいましたけど。も 何の話がしたいかというとです。あのー、ハードボイルド系 S. F. で。こう。いいなと思ったのは、まあ日本人の参加で、あんまし。ああ、なるほどね。っていう。ああ、でも、なんか。ちょっとこれ、小説。 作法というか、にも全然通ずるところですから、うん、ぜひあの、ワナビーの方々は、ちゃんと聞いてくださいねいやも,うもう、ワなビーの方々はね、書け、書け、かけはくな <laughs> あえず書いてであの、自分がハードボイルドじゃないと思ったら、ハードボイルド諦める、うん、<う>じゃあ、とりあえず諦めますわ、ハードボイルドえだってあの、ロイエンタールになりたいんじゃないですか。 今度はじゃあ失楽園のああでもあれでもさ<ー>あのさ渡辺先生のやり手じゃんあまあそうなんですよ結局ねえやり手じゃないあのだから普段からうんうん、まあ <laughs> 普段から <laughs> 何だから何何だからそれなわけですよね何だから何なんですか何だからそれなんだだって素敵だもんだからせいぜい まあ、誠実ってあれだな<ー>やっぱ目指すべきはあれですねあのー、高田純次なのかなと思ったんですよえ林家三平とかじゃなくて違う違う,違う高田純次高田純次が私の理想系の人たんですけどで高田純次最近さ素敵なおじさまをちょっと狙ってるいてかねそもそもあの人ものすごい女にモテるんですよだってモテそうモテます実際 10年ぐらい前ですけど十年ぐらい前ですけど六本木で目撃したりとかしたこともあるんですけどギロッポンで目撃したりとかもしたんですけどすごいですよ、本当に。いモとテモテういうかもうあとはなんかこうちょっと、ね、酔っ払ってる女の子さらって帰っちゃうみたいなそういうぐらいのこうもう本当に軽さとあれを兼ね備えてますよキャラとしても純ちゃんはそういうキャラっていうそれをちゃんと私生活でもやられてますからすごいですよ。 うん、話が、話がね、いい昼日アイス死ぬというところが偉いと言っちゃいましたけど、<もう> <laughs> まあ面白いからいいや。あのなんだっけ、えっ、ー、と、えー、なんだ、えー、じゃあ、誰を目指すかですよ。あの、だ、誰っていうか、うん、こう、あ<ー>まあ、そ、ね、にモテたいというのは。うん、鉄板で置いとくとして、ね。はいはい、まあ、それはもう、オスである以上はね。何気でモテるかって問題ですよ。うん、まあ、どうせなら、もう金とかでモテたいっすよね。あ だから,ら F1 知ってる人には分かるかもしれないですけどバーニー・エクレストンっていうじじいがいるわけですよ F1、うん、の利権を一手にこう持ってるそれとかがすっごい若い女とかはべらしてるわけですよ <laughs>、うん、そういう感じとかいいっすよね あのじゃあ、金で動くようなあ、まあ、そういうのは、そういうのがいい、早く死なねえかなみたいなおふうに思われてる感じので、まあ、なんか85とか6とか長生きして、なんかそういう女をはべらすっていう、まあ多分ないでしょうけど、<laughs> <laughs> 全然手が届かないじゃないか、<え>私は手の届く範囲あるの。届く範囲うん。ねえっていうどうなんすかね。 こうモテモテ論的に言うと、うんあのー、個人的におっさん好きなのではい、はい、やっぱりメルカッツあたりすね。渋いかなと思うんだけど、ね、よく考えたらこの人さあの妻子おいで離縁しちゃったりしてるからそれも困るなとかねでビ国は母国で死んだりしてるすね <laughs> い。いい家庭気付いてますけどね,ね、はい、だからこうこう幸せなご家庭はないのかとないですねキャゼル えー、帝国の双璧の三田舞弥、三田舞弥<田>、三田舞弥、三田舞は素敵ですてなそれ言ったら、ケスラーがいいですよすごいあの、すごい若い子と結婚してますから、憲兵総監のケスラーね、うんはいは、すごい若い子と結婚してるんで、うんまあ、ロリコンはの方はケスラーを目指せばいい,い,いんじゃないかと、同盟側だったらもうキャゼルヌですよね、典型的なジャパニーズ夫婦な感じですけど。やだ,ーだって 仕事大変だよ平坦だよまあそうですけどえキャゼルンの仕事込み <laughs> 込み込みか <laughs> 込みじゃちょっといいですよ俺計算苦手だから地味ー、<あー S 2> 家庭生活だと全然キャゼルンのでいいですよああそうでございますか <はい S 2> 奥様が見ていらっしゃいますでございますよ <はい S 2> あのーなんだっけえー あとミニカンの見どころそうですねあのー、なんていうのかな首飾り,、ね、首飾りぶっ壊すところ見ましょうかあのーはい、まあ難攻不落の不運け史城ですねという難攻不落っつったら不運け史城でしょう昭和40年代生まれにとっては武史城一回も見たことない <laughs> 私ねその頃のそうマリーカマリーカマリーカフォイエルバッハだっけなんだっけ忘れちゃった そう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 アルテミスの首飾りえっと首都そうですねハイネセンという首都線を守る十二個の衛星軍事衛星をぶっ壊すんですがこれをかなりのねあのぶっ壊すには損害が見込まれるんでぶっ壊しちまえとぶっ壊しちまえと嫌いだったですねイアンはねこういうハードウェアがねええでこうまあ最初に言っちゃうとでっかい 氷ををバーはと動かして、はい、ぶつけちゃうボーンとあのでも私がまず思ったのは<い>あのすげえと思っちゃうけど、うん、あのこれを想定内としてない技術者もいかがなものかと <laughs> あ作った側ね作った側もいかがなものかとちょっとまあだからほら難攻不落っていったものは、うん、今まで全て豪華の中に崩れ去ってるわけですようん あのー、あのーって言ってマジのラインが最初に思い浮かんじゃったんですけどマジの線って役に立たなかったんですいや役立たずの,あの無用の長物な感じですけどあ,のあその意味では、うん、万里の長城ってすごいですねなんですかまだほら不楽じゃないけどまだ壊れてないじゃんあるじゃん、まあ、そうですね <laughs> マジの線はまだあるんでしょ一応かすかに確かに、はい、確かあったと思います話全然変わるけどい バルバロッサ作戦ってさ、なんであんなでっかいことをやろうとしたの、ヒトラーは。やりたかったんじゃないですか、一番ほら、あの、コマ並べるの大変バルバロッサ作戦、ボードゲームでね、とかやるとね。ボードゲームでやると、なんだ、えっと、ノルマンディ上陸作戦が大変だったって話をしたんですよ、私は。 とか言ってバルバローサ作戦に比べれば大したことはないと、並べ終わった後に猫がしかも通過するわけですよ、いやーとか言って、1フェーズだけですごい時間かかるんだって、すごいみたいですね、だって本気でやったら何日もかかるんでしょ、あれ。 なね、あそれでなんか私そのドイツとかすごい弱かったんですけど最近あのヒトラーの,あの全命令を集めたあの本っていうのが出てたのでそれ古本出たんですけど買いましたのでちょっとそれをまたこうちょっと調べようかなと思ってあ<ー>、うん、全然知らないんですよ本当にヒトラーヒトラー関係わか,かんないんで私もよく知らないそうなんですよだからじゃあ青山さんでも<あ><あ>招いて青山さんもしくはあのー Facebook のお友達であのヒトラー研究家の方あじゃあちょっとその方に教えをこういうストリームとかねでもあのユダヤ資本ってそこここにあれしてるからあの大変よ圧力かかって。 え、こういうユースともだってだって銀行から圧力かけるんだもんすごい銀行困っちゃう困っちゃう信用組合には圧力かけないでくださいすいませんけど新規新規新組ですねうちはねでもまあ別に私はねかけられて困ることない私はねうちは一応あのキャンパニーだからキャンパニーだからねいろねいろ借金もありますからなのであの えじゃあ、それって言論の自由じゃないじゃんって話を青山さんにしたらそうですよって金を持ってるやつは偉いからねだってあんまりこれ以上話すと話が危険なのにきそうなのであれですけどそれでですねアルテミスの首飾りをそろそろ締めに行かないといけないんじゃないですかヤンはまた天才であるとのそういうね。 ことをあの何にするわけでございますけれども、えー、あとは何ですかねあとね、細かい点なんですけど、えー、どドーソン大将っていう人が、クブールスリー本部長があのテロに無能な人倒れまして、無能,ね、無能で、じゃがいものね、捨ててあるやつをあの集めて何キロ捨ててあったっていう,っていう、まあ、通称、じゃがいも野郎がですね、えー、要はその本部長代理になって、でヤンにあの命令をするわけですよ。でも、ね、でなんか今のジャガイモ 捨てあった何キロ捨ててあったっていうのさ、うん、のダストシュートを調べてってやつよ、も、うん、ファストフードでは普通に <laughs> しますので、今聞いて、うーんとか、だから多分、ファストフード店の,あの店長だったらよかったと思うんですけど、ね、残念ながら同盟軍の本部長代理なんで、でうん、ところがこの道尊という大将もですね、実は40代そこそこなんですね、うんえー、旧軍で考えてみましょう、うん、40代大将だったら、もう、えらいことです。ってか、いません。 俺でも大将ってこと？そうです。もうお、ね、もう俺でもでもそれ考えたらさ、あのー、ねえケネディで考えたら私そろそろ大統領なんだよね。<laughs> あのねそのシリーズやると大変なことになるんですよね。いやだからあ十八歳ぐらいでさ清原になってなきゃいけないしさ。そうそうそうそれで四十歳であの小松左京だったら大阪万博プロデュースしてるあ。あマジっすか。四十歳で。<laughs> もうんかすごくなんか悲しくなってきたよ秋元康だったら38歳何してますかねえ三38歳もうおにゃんこ終わってるおにゃんこ終わって私服の時ってやつですか時間潜ってますかねかもしないひたすらやんぐらいああそうかやんやんもうちょっとお前えでもやんぐらいやってる分かんないどうだったかなまあまあそうぐらいそう考えらあれなんですけどそれ言ったらさ手塚治虫なんてさ ねえいやだからそっち言うんじゃなくてあれにしましょうよあのあれ井野忠敬とかにしましょうよ井野忠敬もね私60だと思ったら55で大丈夫ほらま,まだ先あるまだ先あるかあのねでもねそれ以上の人を、ね、知ったから大丈夫なんだっけ<で>あの若崎さんのお弟子さんの信長の棺を書いて大ブレイクした<ー>あのえお、ー、名前が出てこない加藤剛さんは いくつでお書きになったらもう希望の星それとあとあれですよ何でしたっけ死なないでだか諦めないみたいな刺繍みたいなの出された90歳ぐらいのおばあちゃんいたじゃないですか刺繍は刺繍程度で何言われても困るでも100万部ぐらい売れたんでしょあれ90いくつになっても100万部売ると思えばうん刺繍で刺繍でいいですよ刺繍でも句集でも落書きでも100万部売れるや本当に本当に でもなんか若さと年寄りをこうなんていうの武器にするのもねいやそれでもいいから100万部売りたい<の> <laughs> どうぞ100万,部100万部お願いします100万部の千里の道も一歩から100万部の道も一部から漫画,なの漫画にしたいですね確かにね漫<画>誰か漫画安く書いてくれる人いなんだコミポであココミミポで、うん、コミポで 誰か操作してくださいえっ捜できないのできますけどあれ結構大変なんですもんサンプルでやってもああ怒らなきゃいいのか来らなきゃいいの来らなきゃいいも怒らなかったら売れそうになくないですかあのね意外見てないあ本当。ン駒が割ってあってストーリーが進んでればいいのずっと一人がしゃべったって喧嘩流だってそうじゃんまあそっか剛戦だってそうじゃんまあそっかまあ剛戦までいったねあれはまああの人のキャラもあるからまあいいかその話は そそうそう,そうだから、そういうね,面白もあったね、あとはね、何ですかね、うんまあ,あとは、主要キャラがこれで大体と登場してくるって感じですね、あの地球卿とかも前半、あのこの間の冒頭で地球卿に関して、ちらっと語られていたりしますし、伏線の、の主な伏線というか、大きな伏線は張ってある感じですね、ここで、あのベスターントで、それこそまあぶっ殺したのも、あとにまた伏線になりますし。 どのようにになりましたあほら皇帝に即位した後に、俺はベスタラントの生き残りだっていう人が、うん、要はラインハルトを暗殺しようとしてくるわけですよ、それに動揺したラインハルトがヒルダと一夜を共にするんですから、うん、そうそう、そういうような、縁大な後です、ねそう、そういうのもありますし、まあ、だだあとはさっきの、ね、ロイエンタールが反逆する種ってのもありますし。 でも、あんなヘナヘナしてる時にさ、うん、あの、息子というのは立派に何するそうですよ、何するんですよ、あ,あの、ほら、疲れマラって言葉があるでしょ。<っ>そういうようなもんで。はあううで、はあ、そういうもんですよ。ああなるほどね。はい。<laughs> なんだかよくからない。く万 <laughs> に欲しいでがだと、万が太郎先生みたいですね。はい。はい、あのー。で、次はどの辺に続いていくのかしら。はい、えっ、ー、と、要するに、どちらもですね、内戦が終わりまして。なんかね あのー、内戦が終わってでメルカッツがあの自由惑星同盟の方に、つまりヤン側に亡命をしてくるというのがメルカッツ提督ってさ、はい、なんかすっごい死ぬまで苦労人だよねもう、もう徳川家康のように報われるわけでもなん なかなかでも,でもあの素敵な生き方ではあるそうですね、ねでも結局、この後はそのは、ね、メルカツ亭とか、死に場所求めてみたいなところもある感じでしたね、まああのー、この運と後ですけど、ヒューベリオ,オンに、ねはい、乗って。 あの何にすることもあります。これで、えー、ラインハルトが二十一歳、ヤンウェイリーは三十歳。なんか私すごい死にたくなってきますけど。はい。あのいい私もこれ最初最初これ読んでた頃はもう当然これよりもはるかに年下だったわけですが、うん、今じゃキャゼル一番最終版のキャゼルヌぐらいなので、<laughs> はい、はい。私も年取ったなと思いますね。はい。当時童貞でしたからね。これ読んで当たり前ですけど、これ読んでた頃は。はい、あ、いそそれは結構じゃまだあのあれ、えー、新章版から読んで,んです。そうだ新章版です。あそうはい。 私初めて読んだのはついこの間だな。なるほど。私新書版だったので本当にあのお小遣いで一巻一巻買っていくという感じでしたから。 もうその時からこう魅力そうですねだからもうとにかくアッテンボローが好きでアッテンボローみたいな大人になりたいと思ってたらいつの間にかもう40万円ということではいドーソンが近づいてまいりましたはいえドーソンが近づいてまいりましたあははは私もはいはいお奥さんがすいませんもう本当にねこちらこそ夜でも昼だはい夜でも昼夜でも昼だはいいいですね昼でも夜だで次次はどの辺に行くんだっけもう一回えっとサモン の話ですかね要するにヤンが今度はあの政略というかあの自由惑星同盟の汚い部分が始まる、はい、ところだと思いますが富ニヒ人ってね誰かを連想するんだよな政治家で政治家であ菅さん菅さんああ<ー>、うん、ただし総理になる前のああそうですね、うん、総理になってからは富ニヒ人の方がよさげですもんねんそれこそなんていうか <laughs> 菅さんって あんまりに、なんていうか、いいや、結局そうですよ、万年野党が向いてたわけですあの、あれもそうじゃないですか、都知事になった青島さんも。で、あのー、与党向きの人、野党向きの人っているんですよ。でも今、ほらさ、自民党、仮に勝つとする、うん、谷垣さんじゃ頼りなくねえかうん、ちょっとね、あれ、下ろさないとだめだと思いますよ、ね。だっててどう見ても顔は共産党の顔 確かに共産党顔かも私おでこがきれいだしねあのねクリーンな感じ谷垣さんってったらあのイメージですよ加藤のランの時に加藤さんにしがみついてあなたは大将なんだからっつって言ってたあれあれ谷垣さんですよね確かねそうなんですかじゃなかったあの顔はね共産党顔だから共産党顔言えてるこれはちょっとね言えてるっていう C 職期局長っぽい感じのね C さんもつるん,、ね、つるんとして、フワもつるんとして、不破さんはそんなことないす,よそうですか。やっぱりね、共産党はね、2、3回除名されてないと、男じゃないっすよ <laughs>、はい、そんな順調にね、民生、えー、から入った人はだめっすよ、な,なるほどね、まあ、それはいいとして、だから次回は、左、え、門、っと、会と要塞対要塞でいいのかな、ですのです、ね、だから、ヤンが前線から呼ばれてる間に、ガイ,ルガイエスブルグ要塞が来ると。 はい、いや,やってくると,くると、うん、あれもさ、うん、なんかねこれ,これって明らかにこう読みながらこっちが踊らされてるの分かるんですけどうん、うん、あの、巧妙やっぱお,お上手でですね、うん、こう、あの、分かっていても踊らされてしまうんですよ。ねあとさっき言ったセリフがいい。 だから田中良樹さんはあの会うと結構キザな方ではないかとなるほどダンディでキザな、はい、<coughs> と思っているんですけれどもねぜひお会ったことのある方コメント <laughs> 私もないのででもな作家さんって会うと作品は素晴らしいけど本人はってことも結構、うん、結構あるからねっていう。 本まま漫画だと本人の方が面白いってことは結構あるんですよ、ね。ああなるほどへそうなんですか。うんあの漫画よりもう本人の本が面白い。面白いっていう。いなるほど。割と差しのさんとかそうじゃないですか。<laughs> 本人の本が面白い,い。ああいや本人本でうんたたにがきさんうん次のあのじゃあそろそろ締めたいと思うんですけどはい、はい、あのー、だから次回はちょっと政治の話から入りましょうかね。そうですね。うん、あそろ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 解散するんですかねあ 次回あれあのなんだっけ大構成かけるのこの後うんもう終わった終わった終わったえ一巻で終わったアムリッチャでしょああそうかそうかあのまあいずれちょっとね一巻はもう一回振り返どこかで振り返ろうとは思いますけどまあ今日はあれ大大構成かけてあそうだあのフォークがもう帰ってそうそうフォークも帰ってきちゃってますからはいそんな感じでございます次回は陽差が陽差にバーンでございますね。 ボーンってしなかった、ね、しなかった最後はねボーンって最初からしとけばよかったのにってね二人の天才に言われるケンプがあれあ剣結構好き結構好きあ<ー>、うん、声もいいアニメ見ないで声 <laughs> はあんまり出なかった人ぐらいあの珍しくその重厚なタイプの軍人なんですよね、うん、重厚なタイプの軍人ってっやっぱケンプとか。 ヴィ、うんまあ、ッテンフェルプとかそうそはうそうそうよく覚えてるね、ね読み込んでますから、ねはいあの、帝国でも珍しい重厚型の軍人で、まあ、同盟はもっと重厚型の軍人、よっぽどいないですけどね、メルカッツぐらいになっちゃうので、あ,<ー>はい、あとみんな、基本的に足が軽い。

3に聞いても分かんない場合もありますので、そういうわけで、次回は3巻を、3巻、はい、次回は、え実は来週そうですの金曜日か、早いな、はい、次回は7月6日が、7月の6日に、6日が、7月のね、7月やね、7月やね、7にやね、7月やね、 まただ話をさせていただきたい今回みたいにちょっとでも30分ぐらい事前に話すとノリがいいですねそうですかはいそうしていただけるとありがたい次七夕ですけど何のお願いを今日昨日スーパー行ったら私も書いてきましたホームセンターでまかり間違って10万部売れてくれって書いておきましたなんかねこうんて言うんでしょう人の おい見見見るるる人の絵馬とか見ちゃいますもん私絵馬は楽しい合格の字がすでに使ってて大丈夫かお前とかねかねうちの事務所の近くの神社に行っていいのかどうかわかんないんですけどんかすごいね復縁を求める女の子の女の子っぽいやつがあるんですけどんかちょっとね要するに別れた彼氏とまた付き合いたいみたいな感じだったんですけど 大体別れた彼氏と付き合ってね、いいことって滅多ないですからね。ないね。ないと思います。はい。あのー、別れてんだから、そのなっさいっか、いさ。そうそうそう。それが突然、心をべて入れ替えるとか、血全部入れ替えるとか、ないないと。なんか雷に打たれたりとかね、ならあるかもしれない。記憶喪失になるとか。まあまあ、ないね、確かにね。ないです。ないです。ない、ろくなことない。まあ、そんなわけで、また来週お目にかかる感じで。はい。 来週の金曜でございますというわけで、えー、こちらの本、はい、あのかわいそうなので買ってあげてくださいお願いしますあの転職したそうな人に買ってあげてくださいよろしくどういう人をあげればいいですかね社会人社会人。会人うん全部役立つからあとソーシャルメディア好きな方は結構あのいつもの小判ザメ殺砲で有名人へのインタビューたくさん載ってますから、はい、ぜひご覧ください というわけで、はい、この他に新刊出ないんですか？コミケ、<laughs> コミケで、はいはい、お,お出ししたいと思います、はいはい。じゃあ、まあ詳しくはコミケのはもうちょっと後でコミケ前になんかやらせてください。うん、はい、はい、というわけで、えー、でも今度さ、あのー。 年齢とさっきの40歳でこの人は何してたっていうあ<ー>、ああ、ね、いいいですね。なんかやってみましょうか、それ。落ち込むだけ。落ち込むだけっていう。だからほら、よく何歳の本みたいなのって作れるじゃないですか。血液型何の本みたいな。はい、だから何歳の本って、うん、あの、10歳ぐらいから90歳ぐらいまで作って、<laughs> 全部それ。いいかもね。で、あのほら、本棚みたいな、365日のあの、誕生日別の本みたいに楽を置いてもらって、売るの。一、うんうん、冊300円ぐらいで、どう <laughs> だからそこら戦略価格ですよ分<ー>かんないけどあの元が取れるかどうか知らないあでもいいんじゃないですかそれ、ね、30歳から39歳編とか5歳ずつぐらい同時にしていいアイディアだなるほどというわけで、はいえー、5分ほど休憩いただきました、はいはい、私,私ちょびっとしゃべったら、えーなんだえー、歴史の、えー、なんだっけ、えー カロリーで歴史を。あ、なるほど、はい、はい。そろそろ、うちらも、新しい人材をね、スカウトしたいんですけども、こう、我こそはと思う、あ、あの、こちらの方はね、違う立候補馬。立候補は。ただ、あの、あれ、プロはまといませんはいはい、はい、はい。私のお眼鏡にかなわない人はお断りします。なるほど。はい、面白い人。面白い人。面白い人。大丈夫です。私が出られてるんだけど、大丈夫です。総理、面白いから。ほん大丈夫。ファン、ファンいるし。大丈夫。よかった そうそうそうこの間のファンがね。こないファンがね。ンがねそんなわけでねで。そういうわけでね。はい、ちょっと五、えー、分ほど休憩いただきます。じゃあ総理はいはい。私はこちらの方で失礼いたします。また来週。あざすあざすはい。